皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年12月の20日、20時33分、まあ何から、話しましょうか。公明党の山口代表、元プロ野球選手のセリーグの盗塁王と呼ばれていた、世界の盗塁王と呼ばれていた福本豊さん、どちらが本名でしょう。もう本当にわからないですから、本当に。本当に僕もわからない。で、タルミックのその地図をコピーしに行った時に、後ろに立ってたのを、後でちゃんと YouTube で言わなあかんな、言わなあかんなって思ってたんですよ。福本豊さん。それとも、公明党の山口も、もう元代表ですかね。もうわからないよ。どこからどこまでない。そう、で、その後、コピーしてるの、まあ、1時間ぐらいかかってますから、で、図書館出て行った時に、まあ、ちょっと雨降ってたんですよ。で、雨止むのちょっと待ってて、で、雨止んでから、その、外歩こうかなってした時に、前から歩いてきたのがマスクつけてた。元経済産業大臣の西村さん。することこっちもめちゃくちゃね、もう降りてからじゃなかったらもう無理でしょ。普通にもうこの際だから、もう電話かけてくれたらいいじゃないですか。二人とも二人でいたらさすがに電話かけれるでしょ僕に。ごめんなさい、ちょっともう12月の20日だし、もうそのクリスマスだし、ちょっと面白い話いいですか。逃げ足が自分から守らない。まあおかしい話でも面白い話でも、もう笑い話でいいじゃないですか。コーチそれを捕まえけんざいさん昔もこのパターン思い出しました。昔もこのパターンだったでしょ。だけどもスタジアムの建設止めれなかったんでしょ。そしたら経済産業大臣無理じゃないですかってねえ、あのだから別に僕を引き殺そうとなんか全然思ってないと思いますよ、西村さん。だけどもやっぱりあのそこの道、あの田尾寺駅からね、もう僕の自宅から岡場駅の方に向かって線路沿い歩いてる時にやっぱり車が出てきたって後からやっぱり、あれ今の西村さんや。いや、もう僕はこうやして、歩行者優先ですからってこう言ってて、こうやって、ね、違うからって、そんな運転しとったら本当にって、もうこの間も交通事故あったからって。もう今年もやっぱりありましたから、もうここ、だから、もう仕組み考えたらわかるから、ボンネットがあって、そこにエンジンルーム作ってるでしょ、ほとんどの車。だからどうしてもちょっと前ってこう、最後見なあかんから、もう T 字路なんか絶対そうだから、そんなもう遅かれ早かれだから、まあ僕もある程度警戒して道を歩くようにしてるんですけども、その横内業界の三井系列のそのキャバクラのやつ、もう多分それやってると思う。そこで働いていた人間、キャバクラで働いていた人間が三井住友銀行にいたから、井上京子。で、もういいかな。井上っていう人めちゃくちゃたくさんいるから、井上京子だけで、それこそ、それを隠したらそれこそ隠蔽になるやん。正々堂々と本当のこと言わないと。ねえ、みんな何、個人情報保護悪いやつかかったらそれ隠蔽やん。もう本当の法律早く覚えてくれ。判例の方、普通に考えた方が早い。ねえ、六法全書読み込みすぎてアホになるでしょ。それ、君、犯人隠したら、それ、刑法である、ある、ある。個人情報。ナチュラルとコーディネーター。こちらコーディネーター。調整する方。ね、モデルのことをコーディネーターっていうか、なんかもうモデルのことを言うんかなってみんな思うんですよ。僕も若い頃さ、
モデルのことをコーディネーターって言うのって、うん、そういうことなのかなって思ってたから、どうなの、モデルが英語でコーディネーターっていう言葉はヨーロッパのどっかの言葉なの方かなって、1700年ぐらいからアメリカにスペイン、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、なんならノルウェー、スウェーデンも言いましょうか。ベルギーも言っときます。オーストリアとか。正直ね、オーストラリアから行ってる人いるかもしれませんよ。だってイギリスがオーストラリアに行ってるんですから、オーストラリアからアメリカ行ってる人はいてもおかしくないでしょ、全然。ねえ、採掘に行ってるんだからオーストラリアに。その技術持ち帰ってアメリカ行ってる可能性だって十人分にあるじゃないですか。フロンティア魂で。俺らが掘りに行って稼いだるわ。本当本当に。本当に。本当に、そういう方向性、ものすごい根性入ってしまった人。分かってるって。先進文明を支えるのは俺たちだって。本当採掘。あ、もう、金属出てきただけで先進文明。本当に。本当本当、最初はそういうところからね。もうそのアメリカの話になった時、ヨーロッパのほとんどの国が乗り込んでるから、本当に少なくとも僕が生まれた頃から GDP 世界ナンバーワンがアメリカでドルベースでいろんなことを換算して、あのドル指標、ドル指標を、それなくなったらもうみんな大混乱だから、何基準に急に変えるの、急に変えたってみんな無理やでって、もう広まったって、今から変えるよって言ったところでもう広まったって、もう日本ちゃんと今 GDP 世界第4位ドル換算だからね、円安、はい、日本よりだいぶ人口の少ないドイツの方たちに負けました。だって自然再生エネルギーで全電力の 40% 作ってますもん、ドイツ。すごいじゃないですか。あちらの方が絶対上ですよ。平気で言いますから。その仕様なんか、この順位の方が、エネルギーの残存量問題から考えたら、みんな、普通じゃないって。東大？京大？東京大学弟かとか、もう絶対無理ですって。他国の人に日本語全部覚えてて、ことわざとか出してこられる、もう僕も全部覚えてないから、そんな人多分いないと思う、本当に。日本人も、もう昔のテレビがなかった頃の暇な人とかなんか、そのうちイタリアでローマ法を決める時の大会みたいなイベント、それコンクラーベっていう、コンクラーベ、もともとね、日本とアメリカが戦争する前から日米野球はあったんですね。最も若いと書いてサイヤング、これは本当の話ですもん。野球の方が友好関係進めてたんですけど、誰勝手に戦争したのって。けどあの戦争はもう本当に謎多い。だから今この未来から聞こえてくる声とか、こういう話をね、アメリカの人たちとかで、テレビ出た人たちとかね、まあ、ヨーロッパの人たちとか、まあ、インドも中国も、オーストラリアも、アフリカ大陸とか、もう南米とか、もうみんな、もう国連全員、わかる人だけでいい。わかる人から、わかったら、それね、日本、未来からの声、原爆落とされた話聞いたんちゃうかって、それで、勘違いして、真珠湾攻撃かけて、いや、だから、それしたから原爆落とされたんやろって。わかりました？そもそもその頃に未来からの声聞いて、翻訳できました？ね？翻訳できなかったから戦争始まった説、ありえるでしょう？本当に。それともコンピューターが言ってました？未来からの人の声でしょ。
わかんない未来のスーパーコンピューターとかが現場に伝えて何か もしかしたら、まあ、人間が言ってる可能性は十二分にある。いやだから言ったらいいのは未来からいいと戦争やめとこうってちゃんとそうなると国連ってできてるよってもう先に言うといたるわって戦争したやつ死刑判決出てるわって東条英機っていう人総理その時の当たり前やん。ただその後の話はちょっともういいかなと思ったんですけどもその東条英機っていう人の一族の孫まで授業を受けさせてもらえなかったらしいです。学校の授業、まあ、インターネット記事のことだからどこからどこまで本当かわからないです。わからないんですけど昔からその話聞くんですよ。僕は子供ぐらいの頃から多分本当の方かもしれない。ありえる。だって民間人がめちゃめちゃ怒っても金持ちも怒っても、だってその時の第二次世界大戦の頃の所得税率 75% 富裕層、本当ないよみんなお金。もともとみんな知ってたことや。いろんな戦争の映画とかで、ロミオみんなね服装とかでみんなお金ないって金属かき集めてってね、もうそんなにそこまで恐れてない戦争のことで。ただ原爆落とした後に放射能がっていうああいう話はあれは行き過ぎたデマですよ。栄養失調だから、栄養失調白血病とかもあれも栄養失調。分かってる医者はちゃんとそれはっきり言える。分かってない人たまにいるから昔いたからもともと何の職業されてました、警察官しました。まあ、ちょっと話本筋それたんですけども、まあやっと本題ですけども、まあ一応今日のインターネット動画では、ダイハツさんとトヨタの副社長ということでしょうか。まあ時間軸を超えての方なんですけども、2004年の4月にガソリン車販売停止の話に関して、同意してるんですよ。で、まあけどそれもどこからどこまで進むかわからない。その人たちはそういうつもりだったり、もう水面下でそういう話になってるかもしれませんけども、けどそういう判断が普通正常だと思いますよ。だって僕は若い頃に、20歳ぐらいの頃に石油の残存量が69年分ぐらいだったんですもん。ね、2014年から15年の世界国勢税の2011年のデータでは技術的に採掘可能な映像2011年か12年かな、世界中から集計してくるから何年か遅れるんですよで59年分で最新の2023年から2024年の世界国勢税今年の9月1日に出版されたもの、これが最新のデータで、昨年の2022年の技術的採掘可能埋蔵量、原油の、世界のね、54年分。だって消費がずっと毎年拡大してますもん。死亡届は今回収していて、人口は世界中で、今まで上がっていたのが下がっていきますよ。それ死亡届を今まで回収してなかっただけで、いろんな国でお亡くなりになられた方たちね、それ今まで死亡した人を今もう片っ端からいろんな国の人たちが調べてるんですけども、もう何人で調べてるか分かんない分かんない、だから何年かかるか分からない。だけどももともと生きてた人たちの数はそんなに動いてないから、まあ減ってるのは減ってますよ。だけどもそこは問題なんですよ。数字上の人口は減っていったとしても消費の拡大が止まってないですもん。車持っちゃダメだったんだから。もうガソリン車の販売停止、電気自動車にして電気自動車の補助金もなし、車か家かをみんなどちらか選んだらいいじゃないって、みんな電車バスとかにしようって学校でもみんな習ったじゃないですか。学校の先生に言われたでしょ、電車バスとかで大体行けるって。もう先進諸国は絶対そうだって、もうほとんどのところはそう。どう考えても日本の 99% 絶対そう
僕みたいに河川の撮影で1日30キロ40キロ歩くやつ出てきたらどうします？ちゃんとその辺バス走ってますよ。ある程度ですけどね。みんなが基本的に電車をたくさん使用してね、で駅着いてからバスを利用するようになったらバスの本数が増えて便利になるんですよ。よく考えた、車買ったら自宅に駐車場がない人は駐車場を毎月駐車場代取られる、まあ支払いなんですけども、まあ、払わされるでもいいじゃないですか。任意保険絶対入っとかな、何かあった時どうしようもなくなる、入っとかなあかん、自賠責保険入っとかなあかん、オイル交換3000キロから5000キロで絶対せなあかん、あんまり長い間してなかったら本当ね、オイル交換自分でしたらびっくりしますよ。金属の粉出てきますから、本当あれもともと本当にそういうものですもん。だってエンジン部分の中で霧状にしてね、ガソリンを霧状にして吹きかけて、それで着火しやすくしてるんですよ。でスパークで着火させて、電気で。で、その都度爆発させるんですよ。エンジン内部でね。その中で、こういうふうな筒状のピストンと呼ばれるものが、シリンダーの中をこう動くんですよ。で、あと、そこから先はクランク運動っていう形になるんですけども、それでこう回るんですよ。その勢いで。っていうことは、車運転してたらガタ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 ある程度は揺れますよね。当然エンジンにもある程度振動いくんですよ。ちゃんと設計してますよ。精度すごいですよ、日本の技術。だけども限界あるから、ピストンがね、シリンダー内で当たってしまうんですよ。絶対にどう考えても、だんだんそれはそれで金属削れていくんですよ。なくなっていくんですよ、金属は。ね、自分でオイル交換したことありますかって見ましたから、僕オートバイの NSR の 250cc がその当時友達だったとあるものの、あんまり言うの僕も恥ずかしいんですけども NSR50 僕は保有してないですよ。あれ乗るとかあれ絶対笑われる。あいつなさい。こポケバイに乗ってるって思われるか。ポケットバイク、よく考えたら、あの、ポケバイってどこで乗るんですか。もしかして家の中。絶対親怒るから、兄弟。うるさい。家の中絶対めちゃくちゃ、さっちこっちの壁ぶつかる。壁がある、壁が。ごめんなさいね、あの今の時代の人分からないと。昔少年ジャンプとかの後ろの方に、まあ、マガジンかサンデーかもしれない、ジャンプだと思う、マガジンサンデーは僕はほぼ買ったことない、ジャンプはある程度買ったことある、多分その一番後ろだったと思うんですよ。ポケットバイクありませんでしたっけ、一時。すぐにこれになりました。大人が無免許の人その辺の道ポケバイ発売禁止やっぱりなりました。マリオもすぐ終わったでしょ、マリオカート。ゲームじゃないですよ、人間が乗るもわけのわからん、なんか任天堂さんの直営店か何かがしてるのかなって思ったんですけど、よく見たらあれウインカーないよって、道路交通法違反やん、それ生産元もアウトよ。当たり前やん、そんなややこしいことしたらって。ちょっとごめんなさい、僕は二十歳ぐらいの頃いろいろおかしかったな。ホンダがスーパーブラックバードっていうもの発売して、黒い鳥、カラス、本当一般で、あの大型のね、あのオートバイで、オートバイってね、いろいろ、まあ、原動付きオートバイ、正式名称、原付きで、その次が、小型、125cc 以下だったと思うんですよ。ですよね、
126じゃないですよね。いや、じゃあ、124じゃないですよね。だからその125のところが以上だったから、以下っていうか、未満っていうか、それによって意味変わってくるんですよ。以下だったら125含まれるんですよ。未満だったら125は含まれないんですよ。これが日本語の難しいところで。無理でしょう、外国人の人たち、こんな話。で、その次が、基本的に、まあ、400cc 以内。だから400cc 含まれるんだと思うんですけども、どこの、エンジン調べても、本当はね、399cc とか、398cc とか。わからん。余計わからん。本当の話どうなってるのってなるから。400はどうなんやろってなるから、本当。こんな数字出してこられた。本当のところ、以下なのか未満なのか、こっちも本当のところわからない。一応僕は中型の免許を取得したんですけども、原付捕まったから。時速30キロで走ってるんだけど絶対無理やんって。余計危ない。本当にトラックとか平気で追い越していくから無理やこっちが原付きなんか通勤通学しようとこっちが甘かったって学校の先生に正直に言った。分かったからちゃんと駐車場に止めてくれ。どないしよう。話つけてきたやつか。駐車場、車の駐車場、高い長田公共高等学校、ある意味伝説。正直に言ったらちゃんと先生も正直に返答してくる。本当はそれ合法か非合法かで言うと、ちゃんと駐車場に止めとったら合法やからって。どないしろかっても、あの時頑張ってその自転車で通学しておくべきだった。はい、本当はバイク、オートバイのこともバイクって絶対言うようになるから、金かかってしょうがない。シャープエンジニアリングでエアコンの修理とか家電の修理で、もうこの辺駐車場ないわどうしようって、それ一件ね、ちゃんと修理できた5000円の支払いだったんですよ。それ出張だけの場合、部品次発注しなければならない場合は3000円いただけましたっけ、どうでしたっけ、もう覚えてないんですよ本当に。もうその当時の川口課長とか須崎所長とかも、もうそんなに何年もだったらもう覚えてないでええわって、俺はもうそんなこともう分かるやろって、俺はもうそんな鬼じゃないからってちゃんと言ってくれてるんですけども、伊丹の方にあるね、シャープエンジニアリングだから、もうその当時所長だった人とかも今何歳か分かんないですから、川口課長だったらまだ会社に残ってるんじゃないかなと思うんですけども、出世したで他も大阪の方にいるかもしれない、分かんないですから本当に、僕も状況が本当に会社の状況って本当にそれありますから、僕もよく分かんないです本当に。で、そのエアコンの修理、インターンを押されて、お客さんが、緑の服着たね、駐停車禁止の切符を着る人たち、着られました。ジュギンって。払わんかった。後でもっと大変なことになるから。分かってますって。すいません。ちょっと見当たらなかったものでって本当に分かんなかったんですよ本当に。その場所行ったことないところだったから、全ての筋神戸市は行ったことあるわけないから、灘とか東灘の方、さすがに全部全て覚えるのはそれは無理です。であと、いつ駐車場が出来上がってるかどうかの話もあるから、ちゃんとお金は納付しましたよ。その後覚えてすぐそこに駐車場あるから、え、ありましたって。一軒5000円のところでね、ガソリン代も自分の車で、タイヤ交換とかあるから、
遠い距離走ってたら、エンジンオイルの交換とか、お金、費用、めちゃめちゃかかる。高卒基本給で、ちゃんと働いて、例えば仮に1年働いたとして、ボーナスがちゃんと出て、有給休暇とか育児休暇ある人の方が、本当は上やったんちゃうかって。ただただ長時間労働で、一月、一応数字上は48万か9万。だけどもですよ、修理行くたびに駐車場を車止めていって。もう家の中駐車場の領収書だらけで、次。ガソリン。で、最初。書類めちゃめちゃ大変なことがある。あんな工業なかなかない。研修であんまり教わってない。現場へ GO。電車で GO。電車で GO で遊んでたあんな動画作って。一歩間違えた淡路さんめちゃめちゃ怒るよ。お前俺らと同じ条件で働いてみて。本気で言うてくるから。めっちゃ頑張って覚えなあかんから。急に始めた仕事よ。洗濯機修理できませんでした強い。だったと思いますよ。で、なんか一応修理するところどこか正確に分かって、まあ次来た時、まあそのパーツ持ってきてね、確実にまあ修理しますと。まあそういうふうな意気込みで。まあほぼほぼ絶対修理できるはずですよ。だけども、まあ、阪神・淡路大震災があったように何があるか分かりませんので、まあ、こういう言い方をしてるだけです。そういう状況かね、最初。でも、つながらなかったら、全力で覚えろ。で、後で慣れてきたら、こう言い始めます。プラモの延長線上みたいな。モネは本当は基板とか交換したりとか各部品交換するだからだけだからって軸受けの交換とかもう最初一発目でちゃんと僕交換できましたから一発じゃあ一回目ごめんなさいなぜ一発っていうのか分かんないですけどもうあれだけテレビ出た人が一発一発やどんだけホームランすかちゃんと計算今までの人たちの実績見たら分かる700打席入って毎年20本以上本塁打打ってる人本当にすごい人3年連続でそれできる人まずいないから本当にこれは本当の話昔と球場の大きさちゃうから昔の阪神タイガースのコースラッキーゾーンって見てる人からしたらこっちから、ごめんなさい、もう両方こうしておきます。宇宙館と左中間。ラッキーゾーン。せっかくのセンター返しの話、台無しになるかもしれへんで、そこで優勝する日本一の都市は、バックスクリーンに3連発、一番ちゃんと飛距離出とうっていうとこ見せとかなんか。どうせ他の球団のファンが言うてくるって、その時のホームランの数どうせラッキーゾーンがあったからやって言ってくるから、ちゃんと巨人にしっかりと、今までの悪行バレたことを分からせとかなあかんって、もう全部バレとうって。読売新聞社、もともと、一番最初に民間のテレビ局開いたところ、日テレ、日本テレビ放送も株式会社、会社の時も葛藤から何回も今。渡辺恒雄さんっていう人が昔読売ジャイアンツの球団のオーナーだったんです。ここ歩かされてるから。電波によって人の力取ってたんでしょうってもうバレてるから。優勝回数見たらわかるから。法のもとに平等どこ行ったんです地方交付税法とかあるのに。最初みんなの税金マジで球場作ったでしょって。バレてるから。法律家の間では通用しないですよって。ちょうど僕は生まれた1977年ぐらいから、巨人なかなか優勝できない。それまで9連覇。日本一9連覇。ない、野球ない。もうみんな引いちゃうでしょ。あいつらどこまで人の頭の中とか取ったりするのって。ちょ、待てよ、東京って。怖いよって。やりすぎやで。どこかあの球団止めるところあるって。
みんなもどうもだんだん分かってるわって。一般人も。東京の人たちの知らんこと怖いって。読売巨人軍自衛官をどう混ざってました？それとも昔の方を軍が解体される前。日米野球。軍が野球しながら金稼ぐ。戦車とか航空機とか空母とか動かさないんだったら潜水艦もね。動かさないんだったらそれでいい。あとは銃で熊撃っとったらいい。それでよかった。あとはたまにイノシシとか鹿とか、うん、それぐらい、熊、本当に熊。せっかく射撃の腕上げたんだったら熊退治。昔の火縄銃なんかそんな、卵で30秒もかかってったら一発目外したらどうすんの？その頃威力なかったから。射程距離たったの50メートル。しかも50メートル先で撃っても当たっても熊倒されへん。だって鎧貫通できなかったらしいもん。本当。ちゃんと織田信長は、たくさんも銃作ったらええって。そしたら卵目に30秒かかるんだったら、3人で順番に撃つんだぞって。一発目撃ったら、それしくじったら、次二人目が行けよって。その間にもう一人目次卵目しとけよって。そいつも、あ、相手も獣やって。ものすごい動き早いって。熊ってね、本当に一瞬で木に登りますよ。走ってきた速度でそのまま直角に行くから。上から飛び降りて襲いかかってくるから、本物の熊。黒い熊。ヒグマじゃないよ。ね、立った時に身長が150センチでも、重いやつ100キロ以上簡単にあるから。ほんと。手足短いけど、力めちゃめちゃ強いから。上がっていくスピード見たらわかる。人間あんなスピードで木に登られん。しかもあの体重で空中から襲いかかってくる。森入った時に、上空気をつけといた方がいいって。そんな世界。合戦してたの？違う、熊、いい、ちょっと、選挙前にちゃんと一般人の人たち、まず、もう30、掛布さん、ミスタータイガースの掛布さんの今31秒、31分、31番。松井秀喜さんもアメリカ行って一番本塁打打った時の数が31本。掛布さんを喜ばしてあげますって。してることの行いの内容の桁が違うってそこよ。ちょっと一般人の人たち、今から本当の話しますよ。源氏と平家は両方とも天皇家の子孫の人たちなんです。本当の教科書の話を思い出しましょう。瀬戸内海で開いたイベントが船の上にね、扇、その当時日の丸だったかどうかなんか分かんないですよ、本当に。ある意味、あんまりややこしい絵描けなかったから日の丸描いてたかもしれませんけど。そこに矢を遠くからね、打って、その扇をね、落とせたらよかったんです。とりあえず、棒、下の支えてる棒とかにも当たって、揺れて落ちたらもう多分もうこれありでいいでしょって、この意味。いつまで経っても当たらんかったのに。これどこで、どのタイミングで帰るんで。源義経さんは、いいですか？京都のね、弁慶っていう人は、役人さん。京都府。天皇陛下がいたところ。で、役人さんが、ね、対等。ね、刀。そんな危険なものを都に持ち込むのはダメですよって。ちゃんと名前を書いて、ここに置いていってくださいって。正直我々も返すとき、間違えますから。義経さんはそれがあったか。のらりくらりと、いや、刀なんか渡せません。ちゃんと私は、天皇家の一族、源のなんとかという人がいて、その兄に源の頼朝という者がいます。その弟の義経です。本当のことです。天皇陛下に、ご意見をと。いや、こちらもそれ相応の身分ですからって。街中で野党に襲われた。大真面目な話。多分、もう僕見てないから全然ここから先想像で言いますよ、弁慶。めっちゃ困ったと思います。出た、天皇家の子孫の名前出してどうしよう、上に聞かなあかん。
ダッシュ絶対その時に飛脚がいたかもしれない。ちょこれ天皇家の子孫の人らしい人、どうやら本当見たよ、いろいろ喋ったけど、どうやら本当見たよ、ちょっと事実確認してきてって、わかるわかりますって言ったら言ったで、今度兵庫県の調査、京都府かね、大阪府通って、まあその当時まあ他の名称とかいろいろあったと思いますよ、もう今の名称でいいじゃないですかね、もう今更その辺のややこしい話どういうせいで余計わかんないでしょ、どこが境界線だったか兵庫県僕の地元の確か兵庫区だったと思いますよ、ごめんなさいね、長田区だったら僕も間違えるとき間違えますから、もうあの辺よくわかんないんですよ、あの日踊り越えのところ、もしかしたら北区でしたっけってわからん、ちゃんと地図見な、あり得る、北区あり得る、でその山道調査しに行って、唐津原の水源地っていうところから、僕ね、神戸市兵庫区東山町で生まれ育ったんです。4丁目16の4東山高校604の生まれなんです。もちろん産婦人科ですよ、生まれてるのはね。そこはそんなにそこまで突っ込まれても困る。で、東山小学校、現在名称夢の小学校、夢の町がすぐ近くにあったんです。東山小学校が東山町にあるから東山小学校で、それでよかったです。そこ夢の小学校って住所東山町ほら、もう行政がややこしいことしてしまったって、まあそうなるんですけども、ちゃんとオリエンテーリングっていうものでね、歩かされたんですよ。カラスガラの水源地から日踊り越えのところから、近くを通ってね、下山してくるっていうルート。小学生の頃から。たぶん、そこ転げ落ちたんだと。で、それで、そんなこと大っぴらに天皇家の子孫の人たち、その時代の人たち言えるわけないでしょ。かばうようにして、こう書けばかっこいい、これだったら売れるかもしれないの方向性で、なんか合戦があったふりをしてね。大河ドラマの元脚本家小説家かもしれない、もうそういう人馬で火を飛び越え駆け下りていって平の平家の平家のまあたたもう平家でも平家でももういいじゃないですか、もうどっちでも平の道歩いとった、安全やったやろうって、最初平家の方が頑張ってたでしょ、天下だけども、日本の日本がそこそこ広いんですよ、本当に縦長山間部が多いってわかります、例えば大阪府の人だったら長野県まで歩いて行けます、僕は滋賀県からね、京都府からもう大阪かなどうかなのところぐらいまで行きましたよ、歩いて。登りどうです、鎧着て刀持ってご飯腐りますよ、半日ぐらいで。で水、正確なんですよ、持たせてもらえなかったら次水筒の水なくなった時どこで水飲めるんだろうっていうのがあるから、今の時代でも僕滋賀県からね、京都府の方を通って大阪府の方行くルートね、琵琶湖から一つ道間違えただけ奈良県の方行ってしまうところあるから、本当に今のアスファルト化して正確な地図持っていてもそこでちゃんと確認してたから、あ、まずい。さっきのあのままの気分だったら奈良県の方行ったって、ものすごいよ。絶対半泣きになるって。バスなかなかないから。一回だけ対向車線からバス来たんだけども、乗ってる人ゼロ。あ、一応ちょっとコードギアスの話しときますね。この間また続編が発表されましたから、僕は言っておきました。一応最初の頃のね、話、コードギアス、面白かった。
あの作品だったら、まあ、あれぐらいだったら、ちゃんと評価ついてくるって。で、じゃあ、ちゃんとあるんですよ、もともと。河川水門開閉式玉発電で、複数形、ギアの複数形、ギアス、ギアの S つけて、ギアス、回転扉で、工業系じゃない人が、シャシャリ出てきたときに、そんなことで何回転もするわけないやろうって一回転で、誰かが言い始め、工業高校出身。あの平賀源内の子孫の平賀工作所で働いていたことあるか。最初の就職先が本当はそこだから、定時制の高校通いながら、で通勤距離が遠すぎて夜も学校の勉強あるでしょ。でもうそれだけだったらなんとかなったんですよ。それだけだったらね、図面でもう無理だってなったんです。すいません、僕図面読めます。もう会社にいて分かるから、自分が足手まといになってることを。本当で、学校の先生も同じこと言うんですよ。やっぱりいいって。まあ、長田工業高等学校別科、まあ、1年生は昼間の学校で、職業訓練校みたいなところやけども、旋盤も溶接もフライス板も危険物取り扱いの免許も、あんなにたくさん1年で、あと検索取りした。あんなにたくさん教えられたって、工業総理とかも他にもいっぱいついてきて、って。図面なかなか無理やろ。図面っていう、その時間あったけども、正直俺らもあんまり教えてへんから、そうなるやろうなんて思っとってんやんか、って学校の先生。正直な話。もうそれで、もうこれ以上もう迷惑かけるぐらいだったら、もう交通費もかかるし、家の前のスーパーマーケットで働いていた方が、本当は賢いんちゃうかと思って。本当、交通費でだいぶお金。時間も。で、やっぱり一日、その頃4食、夕方から始まる授業を、先にご飯食べてなかったら、5時前に学校終わって、家まで、もう、お腹、持たへん、ほんと。ごめんなさいね、だいぶ話それで、その選挙の人たちにね、投票権を持ってる方たちに言いたいことがあるとするのであれば、誰が本名なのって、正直もうみんなわかります。選挙の時にもう誰か、絶対もう、住民票とか原稿先投票見たと。両方見たと。この人ちゃんと名前書いてない人だと。だから、婿入りとかの男性で言うと、婿入りの時はそれはしょうがない。嫁入りの時はそれはしょうがない。それ以外の理由で名前書いた人は、みんなで、アウトってこう、議員の世界はそんなに甘くないって、君何か知るんでしょって、そういう話にね、持っていかんと、そんな高級通り、そんな人をさせてあかんから。本当に。世の中そんなに合わないっていうこと、もうみんなが分かった方、もう40歳ぐらいには絶対分かるから、本当に。もともと、年金でね、一月15万円以上にたどり着いてる男性が、だいたい 50% くらい。女性は、3割ぐらいでしたっけね。これが本当の話。で、女性の場合、その話聞いて、頑張って出世しようってしてしまって、本当に出世した時は大変なんです。例えば芸能界見たら分かるでしょ？仕事降りるに降りれなくなるでしょ？仕事なくなるから、事務所も今度仕事なくなって、事務所の、事務とかしてる方の人たち。仕事なくなるでしょ？絶対そうでしょ？だから、だから議員の世界とかもそうだし、降りに降りれない。けどもう男性も本当はそうだから、小泉進次郎とか、僕は結婚を進めてあげた方、滝川クリステルっていう人、まあ、この家系の人も、もう親も一緒にウルツラパーク来てるわって、で、フランス行きますけども、戻ってきた後、本当に大丈夫だと思いますかって。一応まあその時僕は覚えてたら、まあなんとかしようとはしてみますけども、まあ正直どうなるかわからないですけども、もう正直、まあもうそうとしか言えないじゃないですかって、わかりますって、まあじゃあもう信じておくぐらいでいいですかって、それものすごい人の数に言われてるんです。これ笑いながらその時言ったんじゃないですよ。で、僕は小泉進次郎
彼も会ったことあるから、もうか小泉進次郎と滝川クリステルでマクロン大統領僕と同い年で、うん、これでなんとかなりませんか、どう進次郎と、もう結婚せんかったらやっぱり無理やでって、あの若いうちから議員してるから一人で家建てる方向に走ってしまったかもしれないけども、普通の人はそれ絶対無理やからって、あの結婚していて もう僕の家の斜め向かいの家とか、もう軒並み KO、本当に、あの、いなくなるとき、大きな声で言ってくれてるから、最初から分かっていたことだって。多分あの辺の藤原台のその駐車場付きの家、多分3000万以上したんじゃないですか。多分無理、本当に一般人、そんな値段。もうこれは本当の話。いくら所得税の控除があっても、会社が持たへんから、持たない。まあ、その辺のところは、うん、だから、もともと総理経験者とかの家系の人たちの方が、海外の政府の上層部に上がってくる人たちと、こう、友好関係とか、友達付き合いとまではいかなくても、それなりに、言葉交わしてるとか、ある程度相手のことこれぐらい知ってるとか、それがあるから、話しやすかったり、集まった時に、国連とか、ああいうようなところ、まあ、ダボス会議だとしてもそうですよ。国連経済理事会のことをダボス会議って言うんですけどね。六法全書にちゃんと載ってますから。国連理事会と国連経済理事会は別物ですから。で、ごめんなさい、もう明日も仕事あるんで、今日も仕事終わってきてからなんで、もうこの辺にして切り上げさせてください。すいません、本当に。選挙するときね、もう偽名名乗ってる人絶対ダメですよ。で、今、岸田政権潰されたら困りますから。ね。今ちゃんと、岸田さん軸にして動いてますから。元外務大臣。絶対ダメですよ。で、今自民党の票が下げてる人たちって、もしかしてお金の流れ止められたら困る人たち。だとしたら、投票権がある？知らんよ、そんなもん。そこの会社、調査するよ。ほんと。いやだから本当に青江さんにもうみんな本当のことがいろいろ分かってきたら、青江さんに言われた通り調査してもらったり、自分たちで率先して調査した方がいいって、昔からこの話、俺たちも率先して調査するわって、それで自分で余計なやつが追い出していって自分の基本給を上げる、よしそれぐらい年引き込みの連中の方が頼もしいって、本当にそう。もう僕も40後半だし、もうこれぐらい言っていいでしょ、本当に。本当のことだから、昔から。あいつ二十歳ぐらいの頃から言います。誰かが、ね、北新ビルの、アダルトコーナーのあるレンタルショップ潰したぐらいで、調子乗っととか、ボソッと誰か言うでしょ。だから僕言い返しますから、平気で。あんたどこの誰って。自分の名前と住所と電話を名乗りますって。あんた潰したことあんのって。今ちゃんと言っときよって。できたかできんかったよ。これ言ったらもう、できたかできんかったか。ぼそっと働き先勤務先とか、言われるときは言われるか。売り上げ落としたら、そこ労働力。大阪ヒルトンホテルでも、まあ、ちょっと細めのね、ストレートの、ズボンだったんですけど、渡されたの。筋肉でもパンパンなって。ランナーっていう職業。それから、ランナーを経験してから、オーダーテイクに、回る。まあ、注文をね、受ける係。なぜなら、大阪ヒルトンの王朝というレストランは、中華のレストランで、それ、全部中国。いきなりできる人、日本人、絶対おもない。もともと生まれ、日本人として生まれ育った人で、それできる人、絶対おらへんから。そこ。僕も、もう、ちゃんと上の言うことを聞く方だったから、その頃21歳から22歳で。ここの現場に行けよって言われて、まあ、それなりの、時間給いただいてましたから、そこに食らいついていった方ね。
阪神淡路大震災経験してるから後がないことくらい分かってるから。でもややこしい話もあった。芸能界絡みのアナウンサー関係とかいろんな人にいろいろ言われ、やっぱり万博行かされた。こんなエグい話なかなかない。ちょっと面白い話混ぜときますよ、万博。もうここから通勤してたんですけども、面白い話はそれじゃないから、ゴールデンウィークの従業員明石海峡を渡っていくバス、道路が渋滞で現場ちょっと勤務先淡路夢舞台の収穫祭にしてウエスティンだったら問題あるんちゃう。最初から言われてたことで、これゴールデンウィーク絶対無理やろ。とりあえずもうバス、もうその淡路夢舞台とかウエスティンに働いている人たちの全員の合言葉、ゴールデンウィークの対処の仕方、とりあえずもうバス停バス待っとこうって。伊勢バス来るから、先に行った方なのか何なのか分からんようになってくるから、何時のバスが絶対そうなる。お客さんも一緒乗るバスやから、ねえ、万博橋の上従業員絶対遅刻するから、アホの象徴、それが万博。それで金儲けしとった奴らが、まあまあこの世で、まあ、ベスト10に入るぐらいの悪い人だ。訴えられるのどっちかも分かったでしょ。この間東京オリンピックでバレたところじゃない。9600億円以上も税金つぎ込んで。で、儲かってるのはテレビ局とかスポーツ関係者。ああ、全然笑えなくなった。ちょっと本当、もう今もう踏切の音とか、あの一応さんの背番号51番の51分でやっと、もうこれぐらいにしておきますと、明日に備えて以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知の設定を、できればしてください。で、着信通知の設定分からなかったら、自分で分からなかったら周りの人に聞いてもらったり、自分の知り合いとかに、あとは、購入した販売店で聞いてください。そうじゃなかったら販売店じゃない、例えば au ショップでね、購入した、スマートフォンの操作方法を NTT ドコモさんに聞いてもわからへんかな。じゃあ僕のスマートフォンが、韓国製だと思うんですよ、多分ね。で、この間気づいたんですけども、第3世代でした、3G。どこにで戦国ブームとか全然進まない。長い時間、一回の操作。これ無理やわ。で、僕それで第5世代以上じゃないと無理だって言っちゃったんですよ。もしかしたら第4世代でも大丈夫かもしれないですね。この間もう一度再確認で 3G ってやっと見える。ちっちゃい文字で 3G って。4G じゃなかったの。これね、もう正直言いますよ、本当の話。販売デーの人結構人変わってるでしょ、勤務者の人が。ね。で、あんまり、次々いろんな国で作られて、で、そこで在庫抱えるでしょ、3G。うちの国ももう、ちょっともう在庫抱えて、日本の方でこれぐらいの値段でどうですかの話があるから、で、au ショップとしては、それ、普通は今まで何でも、au の、その、つばりをね、払ってくれてた人は、これ無料でっていうので、これを手に入れたんですよ。けど、これ。いろんな国からそういう在庫積み上がったものを手に入れてしまった場合、全部操作方法違うから。店員さん変わるでしょ。どうしよう、これ。いずれ販売店に聞きに行っても、店員さんが分からへんっていうケース出てくるわ。みんなそれでいろんなところ電話かけさせられて、で、すんごい通話料金とか今まで来たでしょ。それがあったから菅政権の時に菅さんに頼むんですよ。これもう絶対無理ですよって。通話料無料にせんと思って。給与の算定表の話とかいろいろして、それで菅政権の時にそれを成し遂げたんですよ。だけどもうすぐ総理降ろされたでしょ。
結果出してますよ、皆さんのご期待に応えて。まあけど、まあ、立憲民主党の人たちは立憲民主党の人たちで、僕はね、岸田さんに会った時にその河川水門外式玉発電とか進まなかったら、それも冗談では済まされないから、今度世界中からどんな訴訟が来るか分からへんから、本当にエネルギーの残存の問題で本当に50億人くらいの命がかかってるから。でこの話最初から最後までわけわかんない。そんな状況出来上がってるんだったら、総理簡単に淡井圭介に電話かけれるんやって思うんですよ、僕も本当に。だから総理の方から誘ったら、君が政府と組んで金儲けしてるように、もう46歳ですよ、勘弁してくださいよ、今から建設して何年後に発電でって、それで建設費用まで求めてこられたら、僕どうしたらいいんですって。そんなもん、こんな年もう絶対一生返済不可能じゃないですか。たったの発電量の 2.5% で、ね、琵琶湖から日本海に地下水流トンネル発電の穴掘り始めて、日本海に開通するまで25キロぐらいの距離あるから、超本当にって、もう僕その子、早くて60歳手前ぐらいじゃないですか。相続税で借金まで相続させられます、本当の判決。それ知らなかったら僕もわからないから。で菅さんが言うんですよ、ちゃんと君の子孫をその会社の役員にちゃんとするからとか言ってるんですよ。でそれが第三者の人がいきなりそれを聞いたら、今までの話をすっ飛ばしていきなりそれ聞いたら、彼が行政と組んで金儲けしてたら思うでしょ、思っちゃうでしょ。真実全然ちゃいますからね。スポーツ業界もまだ1円も払ってない、ゲーム業界も1円も払ってない、アニメ業界も映画業界も新海誠監督でさえ、淡井圭介の書いた大枠の台本使っておいて、脚本使って、1円も。言うことだけはちゃんと守るよって。損切りできない人は経営者に向いてないっていう話で、一応映画館でね、その、なかなか埋まらない、もう人口少ないところの市の、あの映画館を閉鎖させてもらいました。絶対それせんと無理やから、本当に。いいのテレビで見た画像綺麗やから、映画館自分で見たら分かる、プロジェクターすごい急がブラウン管の、頑張ってた最後の方のブラウン管の方が綺麗やから、あれは多くの人で映画館で、みんな多くの人で見て、みんなで共感を味わうところ。まあ、ポップコーンに手出すか、その人の自由ですけど、ポップコーンか、食べてたら喉かわ、次、映画の途中、ジュースかなんか、買いに行かなか、途中でどうなったか、わからんようになります。空いてる時のこと考えちゃうでしょ、上映スタートした時、一番混む時の土日祝日、そんな時にポップコーン忘れて、中には今日本当は俺2回目やからっていう人もおるから、余裕でポップコーン余裕でジュースを俺は買いに行けるから、本当にいるから何人か、その人たちが列作ってるから、そういう時たまにありますって、本当にたまに、たまにですよ。だって販売するところも販売するところで分分けしてるから、ある程度ポップコーンとかジュースで売り上げ上げなあかんから、もしかしたらフランクフルートとかたこ焼きとかあるかもしれない、だけどもうそこ列できるぐらいお客さん来んかったらそんな売り上げ上がらんのやったら最初から店出さん方が良かったわってなるか。経済原理はどこでもありますから、本当にもう行政が嘘の人口言ってきたから、はあ、もうまずもう汗がありますから、もうこれぐらいにしておきます。そう、チャンネル登録です、チャンネル登録、本当に自分のあの操作の仕方メモした方がいいですよ、ノートに。自分のところ忘れるとき僕も忘れます
以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。